気づけば8月、夏休みを満喫してる方も多いのではないだろうか。しかし今年の夏は暑すぎる。こんなんじゃどこも出かけたくなくなる。って普段から出かけないまんじゅうどもが言ってもな。それにしてもなぜうちらはこんな格好を？いやーせめて出かけなくても夏っぽいことしたいじゃん。だから我々は考えたわけだ。涼しい部屋で夏を満喫するってな。汗もかかない髪も刺されない。こんなに素晴らしい夏の過ごし方があるなんて最高じゃないか。しかし、最高の夏はこれだけでは終わらないんだ。我々をもっと熱くしてくれる最高のアイテムがあるんだ。フュージョンワールドの診断、怒りの方向。これは確かに待ちに待ってたアイテム。しかもこのパッケージを見てくれよ。スーパーサイヤ人4孫悟空。スーパーサイヤ人4が大好きな私たちのために作られたと言っても過言ではなかろう。さすがに過言ではあるが、まあいいだろう。そしてまんじゅうたちよ喜ぶがいい。なんと今回は2ボックス用意した。バラパック、じゃない、だと？そうなんだよ。申し込んだ抽選に全て当たってな。運が良かったのか生産が追いついてるのかはわからないけど、これは嬉しい限りだぜ。シークレットを当てるチャンスが2回もできる。いや、違うぜ。シークレットを2枚当ててみせる。さすがマリサ、意気込みが違うわね。素晴らしい夏の思い出をここで作ろうじゃないか。よし、それじゃ早速開封してシークレット当てていくぞ。おお。では2ボックス開封していくよ。1ボックス目。今回の注目カードといえばもちろんスーパーサイヤ人4孫悟空。シークレット、シークレットパラレル、シークレットスーパーパラレル。どれも非常に素晴らしいイラストになっていますが、やはり欲しいのはスーパーパラレルでしょう。3枚のうちどれが当たっても嬉しいんだけどな。1番と言われたら確かにそれになるな。でもこのリーパラも欲しいよね。まさしくその通りだな。だけどもう1枚欲しいのがあるんだよ。それはレアパラのトランクス。覚醒の鼓動の時のカードが親子ギャリック砲となって再録されたのよね。これもかっこいいし欲しくなるわね。ただ今回の最優先はやっぱりシークレットでしょう。お、ここでちょっと気になるノーマルカード。バブルス、グレゴリー、北の海王の順でブロックすると、ドロップからコスト5か6のカードを1枚手札に加えられる。今回の収録カードだったら個人的にはツッコロがいいかな。だからこの流れで使ってみたいぜ。次に出たのはリーダーカードのジレン。覚醒後はパワーが2万5000。リーダースキルが永続で、自分のパワー3万以上のバトルカードがある場合、自分は1回の戦闘中に1までしかダメージを受けない。これだけでめちゃくちゃ強い。ただリーダーのアタック時にカードを引けないから、ドローできるカードが必要になりそうね。そして1ボックス目も中盤に来たぜ。今のところSR もまだ1枚も出てないな。そういえば SR は12枚の収録だったね。と話をしたら出てきたのはピッコロの SR。 さっき話してたやつだね。 KO 時はデッキの上から1枚ライフに加える。また起動メインでターン1回、エナジーが8枚以上の場合このターンコスト5以下のエクストラのコストを支払わなくてよい。まさしく魔漢光殺法を使うためのスキルと言ってもいいかもしれないわね。コストなしで使えるのはめちゃくちゃありがたい。続いて出たのはマルカリータ。これは4枚入れたいやつ。登場時に自分のリーダーが覚醒している場合、自分のバトルカード1枚までを選び、このターン中パワープラス1万。ジレンだったら1枚だけでもパワーが3万5000になるし、他のリーダーでも SR17 号とかの組み合わせでパワーが出るわね。さて2枚の SR は B 出る。アタック時に自分の手札が7枚以下の場合、ドロップから B 出る以外の青のコスト3以下の特徴地球人を持つカード1枚までを手札に加える。ちなみにパラレル版はツインテールバージョンの B 出る。いやーどっちの髪型も可愛いんだよね。でもどちらかというとツインテール派。とまたこちらも気になるカードが出たぜ。自分のターン終了時、次の相手のターン終了時まで自分のリーダーのパワープラス5000。コスト1支払うけどリーダーがブルーベジータと相性が良さそうだな。ここで3枚目の SR にキラベジ。アタック時に手札を2枚捨てて次の相手のターン終了までこのカードは KO されずパワーがプラス3万。もう一つは起動メインに相手のパワー2万5000以下のバトルカード1枚までを選び KO する。その後このカードを KO する。両方ともスキルとしては強いけどデメリットもあるな。そして今さっき出たクリリン。登場時に自分の手札が7枚以下の場合、このターン中自分のリーダーとこのカードのパワープラス5000。回収してまた出してとかを繰り返し使ってみてもいいかもしれないな。さてさてパックも半分をあっという間に過ぎているわけだけど、まだパラレルが出てこないね。後半に出てきてくれるのは嬉しいぜ。それにまだ出てこないってことは期待していいってことだよね。そうだと思うぜ。でも残り1枚の SR も何が出てくるかだね。さあ終盤もしっかり見ていこうじゃないか。ちなみに普段やってる方のデジタル版は16日にアップデートを実装されるとのことなので、今回こそはデジタル版の開封をミスをせずにしっかりと撮影したいと思います。2ボックス分のシリアルコードとジェムを使えばまあまあカードは揃うんじゃないかな。とりあえず開封してデッキを作ったら対戦しようと思ってるので、また何本か動画化できたらなと思ってます。下手くそですがお付き合いいただけたら嬉しいです。そして最後に出た SR は GT 悟空。エナジーマーカーがない場合エナジーマーカーを1つ置けるのね。これはデッキに入れたら活躍しそうなカードだな。そして残りもそろそろ3パックになろうとしてるけれども、まだパラレルが出てきませんよ。もういつ出てきてもおかしくないタイミング。てか出てこないとおかしいタイミング。でもここまで待ったのだから本当にシークレットが出てくるかも。そうに違いない。ありえる、マジでありえるよ。あ、出たのはキラベジの SR。
さっき出たやつのパラレル版だね。残念ながら1ボックス目はシークレットです。でもこれはこれで当たって普通に嬉しいね。次のボックスもあるし、シークレットはそっちで当てれば問題なし。ということで残り1パック、サクサクっと見ていこう。2ボックス目。さてさて2ボックス目はさっきよりもスピードアップして見ていくぜ。今度こそはしっかりとシークレット当ててみせます。そういえばさっき出たドルタッキー、これもなかなかテキストがいい感じなんだよな。登場時にカード1枚を引く、その後このカードの使用にエナジーマーカーを取り除いていた場合自分の手札のコスト4のルード1枚までを登場させる。これがルードだね。スキルは持ってないけどパワー3万はいいね。そして2ボックス目最初の SR は悟空。これは初ゲットだね。ブロッカーかつ登場時と KO 時にカード1枚を引いて自分の手札1枚までをエナジーにする。シークレット出たー。いやー本当に出てくれましたよ。一番上のスーパーパラレルではなかったけれども、かっこいい。これはこれで大満足、文句はありません。普通に嬉しいな。しかしまだ6パック目、目玉は終わってしまったかもしれないが、まだ SR は3枚出てくる。なのでまだまだ開封していきますよ。それに序盤で出てきたということは2枚箱の可能性も捨てきれない。まだまだ諦めてません。その息だな。てかさ、シークレットとシクパラが1箱に出るとかってありえるのかな。その組み合わせはどうなんだろうな。出たら出たですごいし、めちゃくちゃ嬉しいけど、でも今私たちが願うのはそれしかないわ。そうだな、期待してこのまま開封していこう。そういえばちょっと前に出てたけど、このキャベのカード結構強いんじゃないかなって思うんだよね。登場時に自分のリーダーが覚醒している場合、ドロップからキャベ以外のコスト4以下の特徴、力の大会を持つバトルカード1枚まで手札に加える。これでコスト4のケフラを回収できたりすれば流れ的にはいいかもしれないな。あとこの亀仙人も見てみて、登場時に自分のエナジーからエクストラ1枚を手札に戻す、自分のデッキの上から1枚をレストでエナジーにする。チャージフェーズでこの手札エナジーにしたくないっていう時あるから、そういう時にエクストラを一旦エナジーにして、このカード使って手札に戻すってやり方いいかもしれないね。そして今さっき出た2ボックス目2枚目の SR は1ボックス目にも出たキラベジ。正直別のカードが出て欲しかったところだけど、残り2枚出てくるからそっちに期待しましょう。そしてパックも半分も過ぎてるということだが2枚箱の兆しは出てこないな。あら、こちらのピッコロ1ボックス目に出たやつだな。またまた被ってしまいました。まあ効果は強いから複数枚持っていても構わないんだけどな。それならやっぱりパラレルが欲しくなっちゃうよね。そしてシークレットが欲しくなっちゃうよね。ここで4枚目の SRバーダックは初ゲットだぜ。かっこいいイラスト、そして大好きなバーダック。自動でターン1回、このカードの戦闘中自分がコンボした時カード1枚を引く、その後このカードをアクティブにする。カードを1枚引けるのもいいね。しかし霊夢さん、もう残りが3パックですよ。いよいよスーパーパラレルが来る時間が来たのね。終盤の終盤で見せてくれるっていうのか。その通り、きっと歓喜の涙を流してしまう。よし、それじゃラストパック見ていきましょう。2ボックスの開封結果です。スーパーパラレルそんな都合よく出てこないよな。残念です。とはいえシークレットが出てくれたことは本当に良かった。それだけでも満足のいく開封だったぜ。では本日の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。まったねー。